皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。今日は私の一人語りでお送りします。今日何の話しようかっていうとですね、ウクライナのダムの破壊ですね。まあ、ひどい話ですよね。もうこれは本当にびっくりしました。マスメディアは、まだ、どちらがやったのかわからないと。いう形で、欧米のメディアも含めてそう報じてますけど、まあ、これはロシアがやったと見るのが妥当でしょう。で、先ほど BBC 見てたら、BBC 自体は、まあ、アメリカの専門家も、まだ、どちらの犯行か決めるには早すぎるって言ってますけど、どうですかという現地の専門家の人に聞いたら、残念ながら私は、その現地の人ですね。まあ女性の方でしたけど、まあ私は全くそんなね、意見には賛成できないと。と言って、もうこれはウクライナじゃなくてロシアがやったんだというふうに、まあはっきり言ってました。まあその方は、まあ必ずしもウクライナ軍の人っていうことじゃない、専門家の方でしたけど、その理由はですね、要するにもう去年の4月から、あそこはロシア軍に占領されているところで、で、地雷その他をまあ埋め込んでいて、で、そういう体制、爆破、いざとなったら爆破するという体制を整えていたんだということを指摘しておりました。で、まあ、ウクライナの新聞なんか見てもですね、もうこれ具体的なロシア軍のなんとか部隊っていう、その部隊の名前まで書いてですね、ここがまあ占領していて、まあここがやったんだと、まあ報じてましたし、まあ興味深かったのは、そのウクライナの政府の人がですね、要するにメディアは両方がやった可能性があって、まだ何とも言えないなんていうふうに応じてるけど、全くけしからんと。そんな両論兵器みたいな報道自体がロシアの作戦にもう手を貸しているも同然だと、と言って、まあ、ウクライナの政府の人間は、まあ、怒ってました。まあ、それは当然ですね。まあ、私もそういうふうに思います。まあ、それから、あと、アメリカの新聞、これ確かワシントン・ポストだったかな、ニューヨーク・タイムズだったかな、ちょっと忘れましたけど、ウクライナがやったんだとすると、まあ、ロシア側は砲撃でやったっていうふうに言ってるわけだけど、砲撃なんかじゃ壊れるような、そんなやわな作りになってないんだそうですね。つまりこれは、核戦争にも耐えられるような、非常に頑丈な作りになっていて、外からの爆弾落としたぐらいでは、とてもじゃないけど、壊れるようなものではないと。で、そうじゃなくて、これは内側。要するに密閉空間の内側で、からやったから、まあ非常に、勢いがあってですね、まあ壊れちゃったんだと。まあこれはほとんど修復不可能。不可能だっていうふうにはっきり書いてるところもあります。もうこれは修復できないんだそうです。で、それで先ほどのその、BBC のに出てきた専門家で、ほう興味深かったのはですね、なんだっけな。あ、そうそう。これはね、ここまでひどくなるとは思わなかったんじゃないのと。ロシア側はね。もっと実は小さな爆発で、まあ一部浸水ぐらいはあるけど、これほど大きな被害が出てしまうとは、ロシア側も思わなかったんじゃないかというようなことを、まあ指摘してました。まあ、それは、これはまあ推測で、何とも言えないわけですけど、まあ、いずれにせよ、水がですね、どちら側がよりひどくなるかっていうと、これは実はロシアが占領している東側の方がひどくなるっていう見方が、まあ、多いですね。どうしてかっていうと、もう理由は単純で、東側の方が低いからです。西側の方が高い。つまりに、ウクライナ側が占領している地域の西側の方が、高いんだそうですね。だから水は低い方に溜まるので、実は、ロシア側の占領して、そこに地雷とかを埋めている、それが全部台無しになるという意味で、ロシア側によりひどい影響が出るんじゃないかと。それから、かつ、これは、これもどっかの新聞が指摘してるんですけど、
クリミア半島を今、まあ、占領してるわけですね。で、そのクリミア半島に供給する水の 85%。85% は、実はこの、今度破壊されたこのダムの水が使われているんだそうです。だから、実は、やや長い目で見ると、実はあの、クリミアを占拠しているロシア側が水不足になって困るのはあっちだと。まあ、こういう見立てもあるようですね。まあ、それにしても、まあ、ひどい話で、これもかつて、スターリンがナチの進撃を食い止めるために同じようなことをやったとか、まあ、歴史を紐解くと、昔からこういう、このダムの破壊っていうのは何度か例があるようなんですけども、まあ、それにしてもですね、まさか現代においてこんなひどいことをやるとはと。もちろん、その、経済的な、あるいは、もうすでに小麦の価格が 3% 上がっていて、農業にも被害出てる。だからそういう経済的な被害、軍事的な被害、それから、もちろん、生態学的、環境的被害。環境もひどいくなりますよね。つまり、この周辺に、石油を貯蔵しているタンクなんかがあるらしいけど、それが全部水と一緒に流れちゃう。あるいは化学薬品、毒性のある化学薬品が一緒に流れちゃう。などなどで、まあ、環境的にも非常に被害が出るということですよね。で、だからまあ、全体として考えると、まあ、本当にひどいことをやるなと。まあ私も呆れ返っています。で、まあ実際にこれまでも、実はダムをやるんじゃないかという話は、そう、私の知る限り、例えば、筑波大学、時々この番組も出てくださってる中村先生なんかも、実はあそこにダムがあるから、このダムを破壊するんじゃないかっていうことをね、彼も指摘してましたけど、まあ本当でしたね。本当にやった。これ事前に予測がなかったのかというと、これはなかったようですね。つまり、まあ双方に、とてつもない被害が出るから、橋を渡るのを妨害する。ウクライナ軍が橋を渡ろうとするのを妨害する。まあこれは考えられていたけど、まさかダムを破壊するなんてことは、実は、戦術戦略のプロフェッショナルたちも、まあ、ほとんど想像だにしていなかったようです。まあ、これもしも本当に、その可能性があるなら、当然それを防ぐべく、何らかの対処方法っていうのもあったのかもしれませんけど、まあ、今回はなかった。で、そのまさにこの反攻作戦が、始まるか始まらないか、もう実は始まってると思いますけど、まさにこの始まったその瞬間を捉えて、まあこれをやったと。まあこういうことですね。で、私がですね、このダムの破壊で、最も懸念してるっていうかですね、まあ懸念っていうか、これショックを受けてるのは誰かというと、これはね、私アメリカじゃないかなと思うんですね。というのはどうしてかというと、まあ、この番組で何度も話してると思いますが、この反攻作戦によって、どちらかが決定的な勝利を得るっていうことは、まあ、ないわけですよ。望み薄なわけですね。ましてや、クリミア半島を奪回できるなんて思ってる専門家は、私の知る限り一人もいません。まあ、せいぜい、東部ドンバスの地域の多少の、奪還はあったにせよ、クリミア、あるいは東部ドンバスから全部ロシア軍を追い出すと。ここまではとてもじゃないけど、行かないっていう見立てが、まあ、ほぼ一致した見解でした。で、とりわけアメリカが、まあ、ヨーロッパでもそうでしたけど、アメリカが描いていた、この反攻作戦の最大の獲得目標は何か。ベストシナリオって言ってもいいと思いますけど、ベストシナリオは何かっていうと、いわゆる凍結された紛争状態に持っていくことだったんですね。これもこの番組でお話したと思いますけど、a frozen conflict っていう言い方しますけど、つまり双方の敵対
関係は変わらないし、戦闘もおそらく終わらない。ただし、まあ、双方疲れ切るのと、ウクライナはアメリカの軍事支援がこれ以上あまり、これまでのようなレベルでは少なくとも見込めない。一方、ロシアは、まあ、これも後でちらっとお話したいと思いますけど、もう実は戦う戦争どころじゃなくて、内紛がもう始まりつつあると。まあそういう状態の中で、戦闘行為、戦争そのものは終わらないけれども、実は戦闘は停止してしまう。この状態。これをフローズンコンフリクトって言ってるんですけど、このフローズンコンフリクトに持ち込むということが、アメリカの、まあ、ヨーロッパもそうでしたけど、まあ、要するに NATO 側のですね、戦略的な獲得目標っていうのは、このフローズンコンフリクトに持ち込むことだったんですよ。これははっきりとは誰も言いませんけど、実は専門家の間ではこれもうほぼ一致した見方でした。いわゆるシンクタンクとか、外部の研究者とか、あるいは元軍事、専門家とかね、顧問とか。こういう人たちはもう、幾度に、このフローズンコンフリクトに持ち込むことが、これベストシナリオだっていうことは、もうずっと前から言われてたんですね。で、そういう観点から見ると、今回のこのダムの爆破は、このフローズンコンフリクトに持ち込めるかっていうとですね、これはもう明らかに、マイナスの効果しかないんですよ。プラスの効果にはならない。なぜならば、もうすでにゼレンスキー大統領がはっきり言ってますけど、まあこういうことがあったと。まあひどい奴らだと。だからこそ、あいつらを叩き出さないと、この戦争は終わらないのだと。まあこういう言い方をしてるわけですね。だから、これほどひどいことをやる連中だからこそ、クリミアから叩き出して、あるいは東部ドンバスから叩き出さないと、我々には、まあ、平和は訪れないんだと。まあこういう言い方をしてるわけですよ。ゼレンスキー大統領はね。で、この言い方により一層の説得力を持たせてしまったと。と思います、私は。だって、これはね、ブチャの惨劇に匹敵するって言ってもいいような事態ですね。ブチャの惨劇はもちろんたくさんの人がとんでもなく残酷な方法で殺されたりして、これでもう世界中が怒り狂ったわけですけど、まあ、今回は、今のところ死者何人とかってそういう報道は出てませんけども、おそらく、まあ、死者も出てくるだろうし、何よりさっきから申し上げているような経済的、生態学的、あるいは長期の、こういう悪影響が非常に大きい。それから、まあ、心理的な我々が受けた衝撃も、これまでの戦闘とは比べもならないぐらい大きい。それが証拠に、この話は、国連の安全保障理事会に持ち込まれましたね。国連の安保理にこの事件、インシデントが持ち込まれたっていうことが、この衝撃の大きさを私は見事に物語っていると思います。なので、こういうことが起きてしまうとですね、これはフローズンコンフリクトとか、あるいは、まあ、戦闘停止とかね、そういうようなことを言ってる場合じゃないだろうと。見てくれ、このひどさと。こんなことをやる連中なんだから、これはもうとことん叩き出すしかないんだよと。と言われればね、これはなかなかそうかなと。説得力があるんですよね。私はこのことが一番大きいかなと思います。逆にだからアメリカから見たらですよ。まあ、あなたは頑張ってくれと。俺たちはもう精一杯ね、もう応援すると。この犯行にもうかけていると言ってもいいぐらい応援するよと。だからできるだけ頑張って取り戻してくれと。取り戻してくれたら、そっから先は、まあいろいろ考えようじゃないかと。まあこういう段取りで、まあ思っていたわけですよね。このシナリオがね、まあ崩れた。と思いますよ。私は。まあまだそうは言ってもね、
いやいや、対極的には、このフローズンコンフリクトに持ち込むんだっていうことを言い続けるかもしれませんけれども、残念ながら、それの説得力が非常にね、今回の事件は、まあ、弱めてしまったことは、もうこれは間違いない。と思います。ということは、これはね、長引くと。長引くと。まあ、この春の反転攻勢が、一体どこまでどれほど続くかわかりませんけども、まあ、これはますます、この停戦っていうか、まあ戦闘停止っていうぐらいが一番妥当だと思いますけど、まあ停戦って言ったら、まあ、お互いに合意してっていう話ですけど、まあ戦闘がそのまま止まってしまうっていう、まあそういう形に持ち込むのが、まあちょっと苦しくなってきたかなっていうのが、まあ私の印象で、今の私の率直な見立て。でございます。で、さて、それを申し上げた上でですね、もうちょっとこの先の、まあ、こういう、ちょっと予想外の出来事がありましたけど、どういうイメージで、このフローズンコンフリクトを考えていたのかっていうことを、もうちょっとだけお話しておきたいと思います。実はそれはですね、この戦争は続くわけだけども、この戦争と同時に、戦場での戦いと同時に外交でのトラック、外交面で、ウクライナ、まあそれからその先にはロシアもですけど、このウクライナをどうやって外交的な解決に持ち込ませていくかと。この議論も実はかなり真剣にこのところ出ていたんです。それは、実は、7月に、リトアニアでですね、NATO の首脳会議があるんですけども、この NATO 首脳会議の最大のテーマはこれだと。つまり、戦闘そのものをやめろなんて話にはもうならないと。到底ならないと。だから戦闘はずっと続いていくよと。続いていく。戦闘は続いていくけれども、同時に別のトラックで外交的なトラック、こちらも動かさなきゃダメじゃないかと。これまではほとんどこの外交的トラックって、まあ止まったも同然だったんですね。昨年3月にトルコでちょっと一旦停戦、平和交渉しましょうって言って、まあちょっと交渉したことありましたけど、それは決裂しちゃって、それっきり、いわゆる外交チャンネルでの話し合いみたいなものは、まあ実情もう何にもなかった。アメリカもこっちの外交の話は実情何もしてこなかったと言っていいと思います。で、やってたのはこっちの戦闘の方のトラック。戦闘行為で俺たちはとにかく必要なもの何でも提供するし、訓練も引き受けるし、情報も差し上げる。だから頑張って戦ってねっていう、こっちの戦闘トラック。ファイティング。この戦闘の方はずっとアメリカ、西側、NATO は、まあ、やってたわけですけど、こっちのチャンネルは実は動かなかったんですよ。で、それについて、いやいや、それはね、と、いきなりこっちを止めてこっちだと。こっちをとにかく止めてこっちを動かすっていう話じゃなくて、同時にこっちのトラックとこっちのトラックを同時に動かすっていうことも考えるべきだっていう議論がこのところ結構高まってきておりまして、そういうことに言及する人も現れてきておりました。最も最近の例では、フランスのマクロンです。マクロン。なんとマクロンなんですよ。マクロンについてはまた言いたいこと山のにあるんで、またちょっと機会を改めてお話しますけども、このフランスのマクロンがですね、マクロン大統領が、5月の31日に、あれはね、どうだっけな、スロバキアだ。スロバキアの首都でですね、国際会議、安全保障の国際会議がありまして、そこにマクロンが出てきたんですね。で、その時に、まあ出てきてるのは、主に東欧の人、中央東欧の人たちが、まあ多い。ですから、ウクライナの戦争の行方にもう重大な関心を抱いている、まあ半分当事者と言ってもいい、そういう人たちが、まあ聴衆が多いわけですけれども、そこに対して、いやいや、これまでね、と、我が国フランスは、東欧については、まあはっきり言うと、まあちょっと差別していて、俺たち西欧、西ヨーロッパは、まあ一致団結して、まあ平和と繁栄を目指しましょうっていう議論してたよね、と。で、東
党については、まあちょっとこう、なんていうの？距離を置いてたと。ステイアウェイしてた。ね。でもそれはね、はっきり言って、間違いだったよと。間違いだった。これからはね、あなたたち党、ウクライナももちろんだし、だけども、党の人たちにも耳を傾けます。みたいなことを言ったわけ。したら、まあ聞いてる人はね、ああ、そうかそうか、素晴らしいね、って、まあ拍手して、まあその会議はそういう会議だったんですけども、そこで、ね、本題に戻しますと、そこでマクロンが言ったのはですね、これから、その、さっきから言ってる、この外交トラック、こっちの話もしなきゃいけないと。で、それにつけて、ついてはですね、ウクライナにどういう安全保障をするかと。我々がね、ヨーロッパが。どういう安全保障をするかっていうことが、これから非常に重要な問題になります。で、ウクライナが希望している、もう最、もう、うん、もう、なんていうの、最も希望している、注文は何かと言ったら、私たちを、NATO に入れてくださいよっていう話ですよ。これはもう皆さんご案内の通り。私たちを NATO に入れてくださいと。NATO に入っていれば、まあ共同で敵に対処するってことなんだから安全ですよね、ということで。それはもう全員わかってるんだけども、実は NATO というのは、紛争の当事国は入れないという原則があるんです。で、今まさにウクライナ、ロシア戦ってますよね。だからロシア戦ってる以上、そんな状態のウクライナをそのまま NATO に引き受けるなんてことは、はっきり言って誰も考えておりません。ウクライナも分かっております。ゼレンスキーも入れてよねとは言ってるけど、戦争が続いてる間はそれは無理だよねっていうことぐらいは、それは分かってるんです。分かってるんです。まあそういう、そうは言ってもね、中にはね、いや、そう言ってない、早く入れてやるべきだっていう声もありますよ。ありますけども、まあ体制はそれは無理だってことは分かってる。で、それは将来の話。将来の話だけど、じゃあ、目先どうするかっていうところの議論がだんだんこのところ出てきておりまして、これちょっと皆さんも耳新しいと思うので喋っておきますと、イスラエル型の安全保障っていうことが、このところ関係者の口からかなり上るようになってきております。これはまあ実は去年のもう秋ぐらい、から、まあ一部の間では、この話はずっとふわふわと浮かんでたんですけども、マクロンがこの5月31日のこの国際会議でも、まあ言って、NATO、将来の NATO 加盟っていうのは素晴らしいんだけども、それは遠い先だよね。少なくとも戦争が終わってからだよね、と。で、でも、その前にやることはないのか、してその前に、戦争が仮に続いていたとしてもですよ。戦闘が続いていたとしても、俺たちは、こういう安全保障をあなたに与えられるよっていう、その、ちょっと具体的なイメージがないと、ウクライナだってそうかそうかと言って、じゃあまあね、少し和平の条件でも考えるか、みたいな話にならないだろうと。そこで出てきたのがイスラエル型なんです。イスラエル型ってどういうことか。これは実は1975年まで話が遡るんですけども、その時に昔イスラエルはエジプトとちょっと戦争をしましてね、その時にイスラエルとアメリカの間で結ばれた覚書です。理解の覚書。メモランダム・オブ・アンダースタンディングス。っていうような言い方するんですけど、まあ、覚書です。だから、正式な条約でもないし、例えば日米安保条約な、みたいな条約じゃないし、単なる覚書ですけど、それ何書いてあるかっていうと、イスラエルの平和と安全については、アメリカは重大な関心を持って見つめている。で、何かがあった時には、イスラエルと密接に協議する。まあ、そんな感じなんですね。まあ、ふわーっと書いてある。ふわーっと。でも、このメモランダムがあるおかげでですね、世界はイスラエルに何かがあったらアメリカが出てくるんだよねっていうふうに理解しているわけですよ。で、このことが実はイスラエルの安全保障にとって非常に、っていうかまあ唯一のって言ってもいいと思いますけど、非常に重要な意味を持っていて、これで一応イスラエルの安全が、まあ一応担保されてるという建前になっております。まあ実はイスラエルは核兵器も持ってるからね。核兵器開発してるから。と思われてるんで。
実はなんですけども、でもまあ、この外交的フレームワークとしては、この覚え、アメリカとの結んだ覚書っていうのが一応あると。で、これをね、モデルにしたらどうっていうことをマクロンも言ってるわけです。マクロンの言い方は、これをそのままじゃなくて、このイスラエル型と NATO のメンバー加盟、なんと NATO 加盟、これの間ぐらい。だからイスラエル型よりももうちょっと強い、もうちょっと強い言い方。これぐらい、もうイスラエルよりも強いけど NATO ほどじゃないっていう、そのくらいのところを議論したらどうっていうことを、実は5月31日に、まあ喋ったわけですね。私はこれがね、叩き台になるっていう可能性は十分にある。十分にあると思います。なぜなら、かつてもう随分大昔の話ですけども、1994年だったかな。今回の戦争の元の元になる、ブダペスト覚書っていうのがあるんですけど、これはつまり、ウクライナが核を放棄する代わりに、アメリカとイギリスとロシアがウクライナの安全を保障しますというメモランダムですね。これを結んだわけですけど、まあこれは要するにロシアがもう横紙破りで破っちゃったから、こんな話はもうないんですけども、これを結ぶその前の段階で議論してるときに、実はウクライナ側からも、まあこういうアイデア、まあさっき言ったイスラエル型に近いようなアイデアが議論されていたこともありまして、まあですから、まあ全体としてみるとですね、NATO っていうのはまあ一足特にとても無理なんで、だからといってイスラエル型ではまあちょっと弱いかなと。だからその中間ぐらいっていう線を狙って、そのあたりのことを実は、この7月の首脳会議で議論しようじゃないか、みたいなことを言ってたんですよ、マクロンが。で、私も、おお、そういうことかと、まあ理解していたんですけども、そこに今回のこのダム破壊っていうのが起きちゃったんですね。なので、この機運、この外交トラックを動かそうかっていうこの機運が、このモメンタムね、モメンタムがちょっとね、失われるかもしれないなと。まあ、それどこじゃないなというふうに思います。本当にね、こう言っちゃ身も蓋もないけどね、戦争っていうのはね、なかなか予定したような、頭に描いたようなシナリオではいかないなと。敵もっていうか、まあ、プーチンもですけど、プーチンもまあめちゃくちゃやるな、というふうに改めて、まあ、思い切ったかなと。私自身がね、と思います。もちろんプーチンの側にはプーチンの問題あります。さっきちらっと言った内紛、とりわけ、まあ、プリコジンがもうクーデター経過してんじゃないかって話ありますよね。これはもう報じられてますよ。勝ちにもなってます。欧米メディアでは。つまりバフムートから一方的に撤退した。で、その次に今度ベルゴロド州だったっけ？なんだっけ？私もうそういうね、固有名詞とか、もうどんどん忘れちゃうのね、もう年だから。ロシアのベルなんとか、ロシアとウクライナの国境にあるところのあの地域ね。あそこに俺たちはもう転身すると。言ったわけ。で、その転身して、実はそのベルゴロドじゃなくて、実はモスクワまで行くんじゃないかと。で、それはなぜかって言ったら、モスクワでクーデターやるんじゃないかというふうに、ロシア軍の人たちがそういうふうに半分を持ってると。で、その、ワグネルグループの撤退を阻止するために、その撤退する道にですね、なんとロシア軍が地雷を仕掛けてたと、ということを言って、プリコージンがもうめちゃくちゃ怒って SNS に上げてるぐらい、ですから、実はロシアの中ももう ほとんどもう本当にぐちゃぐちゃになってるというふうに思いますよ。なので、まあそういう問題がある。ので、ロシア側の方もはっきり言って、まあどうなるかわからない、という状況です。まあ、というわけで、ちょっとまあ結論はありませんけども、少なくとも西側が思い描いていたような、アフローズンコンフリクト。これに向けての外交トラック。その一つのひな形としてのイスラエルモデル。みたいな話も、まあ、ちょっと今、モメンタムが失われてしまった。ということでございます。というわけで今日はちょっとウクライナの戦況についてコメントしてみました。どうもありがとうございました。